今川氏真を下した家康は遠江を手中に収めた。その翌年、家康は信長の朝倉討伐に従軍する。だが浅井長政の裏切りに遭い、信長は撤退。家康は自ら神狩りを務め、信長の退却を助けた。その後、信長は体制を立て直し、近江の姉川に侵攻。浅井朝倉連合軍に決戦を挑んだ。この戦にもまた徳川軍は参戦していた。盟友とはいえ、この家康の従順ぶりは際立っていた。徳川の将、姉川の戦い。家康、この戦、徳川軍を前に出す。我らに死ねと仰せられるか。不服か。あ、いえ、御意に従いまする。いな。父上、離してください。信長様のなさり方はあまりにも。直虎殿も取り押さえてくれぬか。こうなっては稲の猪突、そう簡単には収まらぬ。離してください、父上。直虎様、稲さん、今出て行けば家康様にご迷惑がかかりますから。信長公も無茶を仰せられる。そういえば半蔵、会談中わしの背後の陣幕が激しく揺れておったが。イノシシの仕業かと。打ち取ってこい。
かせやれ。この戦で兄上と決着をつける。一応長政様のため戦うのみです。開門。長政が動いた。家康、世に代わり長政を討て。はっ。直ちに兵を分け長政殿に当たります。私も今の浅井家の勝利、遠慮せずにかかってきなさい。そんなことできるわけねえ。こいつとはどうかどうか引いてくだされ。お壊されるモンスター、お引きを。大人物なのか。大人物かはさておき、なかなか賢そうだ。朝倉の夫人の隙を突こうとしているぞ。でも、家康様のために
ごと。誰と徳川の家臣も負けてはおらん。協力して撃ちましょう。徳川の小勢など我らだけで十分よ。朝倉義景の恐ろしさ見せてくれるわ。開門。義景殿を見捨てることができ、我が軍から一体義景殿の護衛に回せ。
信長様に一言も文句を言わず次々と難題を乗り越えられた。今はただ屈辱していたのではない。家を守るため着実に前に歩んでいた。皆殿の背中を見よ。あの地こそ彼らが宙を誓い守るべき場所よ。朝倉軍は崩れたか。だがまだ勝負は終わっていない。長政様、総攻撃ですね。なら先陣は俺に任せてください。開門。高虎が突っ込んでくる。あの若武将を止めねば勝利はない。年次の記憶に留める。信長様、小遣いが荒いです。ごめんなさい、敵将撃ち取ってる。
皆、よくぞ戦い抜いてくれた。よくぞ生き残ってくれた。殿、どうかお顔をお上げください。私たちこそ家康様に気を使わせてごめんなさい。殿のお心、家臣一同分かっておりまする。お主らこそ我が宝よ。お主たち、ことあるごとに様子を伺っておったな。いつも背後が騒がしゅうて、すぐ気づいたぞ。ち、あのちょとつ姫が。責めているのではない。良き家臣に恵まれ嬉しいのだ。お主たちのためにも道を誤ってはならぬな。修羅の道の先にあるもの、見定められたか。以前はおぼろげなものしか見えなんだが、今ははっきりと見えてきた。あの月のようにな。執着、あの月のごとく殿の行く先が光に満ちんことを願わん。